皆さんこんにちは、大人の保健師チャンネルのカメラです。本日もですね、イースト駅前クリニックさんがコラボしているセクテクさんの動画を一緒に見て一緒に勉強していきましょう。ちょっと帽子が取れるんで外しちゃいました。本日の動画はテーマは何ですか？はい、今日のテーマはですね、バイアグラと徹底解説、ED 薬はなぜ効果が出るのか、賢者タイム改善の副作用もイラストで分かりやすく解説です。なるほど、はい、確かに男性知りたいですよね。 ED 薬試したことがない方一緒に勉強していきたいです。じゃあ一緒に動画を見ていきましょう。 ED 薬の効果が出る理由や副作用が出る危険についてお話ししていきます。バイアグラなどの ED 薬を飲むことでどうして勃起力の向上効果が得られるのでしょうか？また危険や副作用はないのでしょうか？今回 ED 薬の効果や副作用がないのかについてお話をしていきます。ペニスが勃起するメカニズム。男性は性的な興奮によって脳から神経を通じペニスに勃起するように信号を送り、陰茎界面体の動脈が大きく広がり、十分な血液が流れて勃起をします。正常に勃起する場合には陰茎に流れる血流量が十分であり、界面体はスポンジのように血液を吸い込んでため膨張して硬くなるんです。しかし ED 勃起力が不十分な場合には神経や血管の働きが正常ではないため、十分な血流を界面体に送り込むことができないんですね。 ED 薬を飲むことで効果が出る理由。 ED 薬には複数種類があり、バイアグラをはじめ国内で3種類の ED 治療薬、バイアグラ、レビトラ、シアリスがありますが、有効成分に違いはありますが、すべて PDE5 を阻害する効果で、ペニスの血管を拡張し、界面体への血流量を増やして勃起の補助をしてくれるのです。 PDE5 何回も何回も名前をお聞きしている、を阻害して血流量アップ。前もなんかカメラ団みたいな前してるみたいな話したけど、はい、実際そういうのが悪者がいて悪者じゃないかもしれないけど、悪者をやっつけていいことをするよみたいな、ね、すごいですね。だから全員カメラ団なんておかしくないんですよ。カメラ団のバイアグラ、カメラ団デビトラいそうじゃないですか。います、ね、シアリス知らなかったら受け入れられそうだもん、そういう名前として全然いけそうですね。PDE5 とは界面体に多く存在する酵素であり、勃起に必要不可欠で血管拡張物質であるサイクリック GMP を分解する働きを持ちます。なんでそれ、正常な勃起ができる状態では性的な刺激、脳、陰茎、サイクリック GMP 増加、 PDE5 が妨害、サイクリック GMP が優勢になった場合勃起をします。性的刺激を受けて脳に達成して、脳が陰茎に指令を出して、で、なんとかとか GPM を出せってなって、で、PDE5 も出てきて、一回戦って、で、勝ったら勃起ができる。ライオンが子供を崖から突き落として登ってきたやつだけ育てるみたいな、そういう俺負けがちっすね。しかし、勃起できない状態では性的な刺激、脳、陰茎、サイクリック GMP が増加する、 PDE5 が妨害する、 PDE5 が優勢な場合勃起ができないという状態になります。 PDE5 の阻害薬である ED 薬を飲むことで PDE5 を減らすことができるので、 PDE5 の妨害が弱くなり、サイクリック GMP が優勢となって血管を緩め拡張することで十分な血液量がペニスに流れ込み勃起を正常化させるんですね。なので勘違いされやすいのですが、 ED 薬を飲むことで自動的に勃起し続けるような状態にはならず、脳が性的興奮となる刺激を受け取った時に勃起を促し持続させるように働きかけるんですね。 ED 薬で副作用が出る理由。バイアグラなど ED 薬に対して副作用があって怖い、良くないなどのイメージを持っている方もいるかと思いますが、 ED 薬は日本の厚生労働省にも認可されている血管を広げ血流促進効果をもたらす安全性が高い薬なのです。血管促進効果によって陰茎のみ血管に影響するわけではありません。全身の血管にも影響が出るため、それによって顔がほてってしまったり、頭がズキズキと頭痛が副作用として起きてしまう人もいるのです。このように副作用があることはネガティブなイメージで捉えられがちですが、どんな薬にも副作用はありますし、副作用があるということはしっかりと効果があるという証拠の一つなのです。ということはですね、 ED 治療薬の主な副作用。 ED 薬は血管を拡張する作用がありますが、お酒、アルコールにも血管拡張作用があるため、酔っ払った時に近しい症状が現れることがあります。 ED 薬の主な副作用と発生確率はこちらになります。頭痛、ほてり、消化不良、鼻炎、めまい、これらの副作用はいずれも軽度なので、基本的に時間が経てば自然と良くなります。
これらの症状が現れて身体的にきついようならば、一旦休憩をするようにしましょう。また、体が熱くほてっているのならば、部屋の温度を調節して体を冷やすことで症状が和らぐことがありますし、痛み止めを服用したりと、それぞれ副作用に合わせた対策を取ることも有効です。痛み止め飲んでいいの？すごいですね。ね、すごいですね。なんとなく薬って併用しちゃいけないみたいな。はいはいはい。けど俺もそうですね、胃薬飲みました。頭痛、下痢、消化不良、鼻詰まりってことですね。鼻詰まりですね、めまい。結構頭痛とホテリが高いですね、可能性が。バイアグラ頭痛 12.74%、 ホテリはありますけどね、頭痛は感じなかったですね。これってなんか日頃から頭痛が起きやすい人は頭痛が起きるとか、なんかそういう、あるのかもしれないですね。起きやすい人はなんか酔っ払った時の症状に近いってさっき言ってたやつ、普段酔っ払った時に出るやつが主に出やすいみたいなのはあるんですか？酔っ払って鼻詰まりやすい人はイーディアカンでも鼻詰まりやすいとか、そういうのは関係ないのかな。でも近しいものがあるので、はい、傾向はあると思います。大切ですね、はい、これらの症状が主に発生する軽度な副作用になります。また日本の病院でも診察することがほとんどないくらいにごく稀な症状ですが、持続化勃起症、突発性難聴、視覚症状が ED 薬によって副作用として現れることもあります。万が一発生した場合でも備えられるように症状についてお話しします。持続化勃起症、持続化勃起症とは男性の陰茎が勃起状態のまま通常時に戻らないもしくは非常に戻りにくくなる症状で、4時間以上勃起し続けている状態となります。6時間以上勃起し続けることで陰茎細胞を傷つけてしまう可能性がありますので、早めに泌尿器科を受診しましょう。痛そうですね、なんか。え、あったんですか？へー。触るだけでなんか立ちやすくなるみたいなのはあるような気がしますね。なんか敏感になっちゃう。刺激を受けてそれが効果が出るから、ちょっとのことでパッとなりやすい、そう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 、そういうのはなんか軽くあったような気がしますね。意識はしなかったですけど、立ちっぱではないです。でもそれが4時間とか6時間とか続いちゃうと、こういう名前が、ね、立ちすぎも良くないですね。だから怖い。突発性難聴、海外の事例で片耳もしくは両耳が聞こえづらくなる症状がありました。ED 薬との直接的な原因は不明ですが、気になる症状がある場合は耳鼻科を受診しましょう。視覚症状、ED 薬によって血流が良くなり、目が充血したり、目のかすみ、ぼやけは副作用として発生することがあります。気になる症状が続くようであれば、眼科を受診しましょう。また、副作用にはプラスの面を持つものもあります。不応期の短縮、はいはいはい、射精後に興奮状態が一気に冷めた心理状態を不応期といって、俗に賢者タイムと呼ばれます。ED 薬にはこの不応期の時間を短縮することができるのです。そのため ED 薬を服用することで2回戦、3回戦目までのインターバルが短縮されるので、通常時と比べ連続的に射精をすることが期待できるんですね。早漏改善の期待、射精までのコントロールが上手にできず、本人やパートナーが期待される時間よりも早く射精してしまう状態のことを早漏と言います。 ED 薬には射精までの時間を延長し、早漏改善の効果が期待できるのです。勃起時の高度、ED 薬には PDE5 を阻害することで陰茎界面体の動脈が大きく広がり、十分な血液が流れ勃起をする補助をしてくれるのです。そのため角膜が限界まで引き伸ばされて、はいはい、パンパンに膨れ上がることで陰茎の内圧が上がり、勃起時の高度も高くなりやすいんですね。他にも副作用のプラス面では、認知症の予防、排尿障害の改善、肺動脈性肺高血圧症の改善などの効果が期待できます。ED 薬の副作用は危険なのか、バイアグラなどの ED 治療薬の副作用を聞くと不安に思う方もいるかもしれませんが、国内で許可された正規品を適切な摂取方法を守ることで、大きなトラブルや危険な副作用が起きる心配はほぼありません。 ED 薬の事故が起きる原因は、 ED 薬に偽物の成分が含まれていた、併用禁忌薬と併用してしまう、1日1錠以上飲んだりと過剰摂取、バイアグラなど ED 薬を処方してもらうにはクリニック、病院で診察してもらう必要があります。しかし通販サイトなどで個人で取り寄せている ED 薬には偽物の成分が含まれている可能性が高く、 ED 治療薬を製造する4社が合同で行った調査では、約4割が偽造品であることが明らかになりました。また併用してはいけない薬と一緒に飲んでしまったりとすることで危険性が高くなってしまいます。バイアグラなどの ED 薬を服用することで血管拡張するため血圧低下が見られます。
ED 薬による一時的な血圧低下自体に問題はないのですが、ニトログリセリンなど硝酸剤が ED 薬と同様に血管拡張する薬を併用すると相乗効果によって急激に血圧低下によって危険が及ぶ可能性があります。1日1錠の決まりを無視したり過剰摂取をすることも同様に危険が高まってしまいますね。だからこそ副作用を極力抑え、安全性高く正規品を服用するためにもクリニック、病院で診察をしてもらい、医師の話を聞き正しく服用することが大切ですね。ね、大事ですね。マジで立たない人がなんかノリで2錠いっちゃったりとかありそうですけど、ね、そう、あ、1錠足りないのかなと思って、もう1錠ならいいかなと思って飲んじゃう人はいるかもしれないですね。けど意外とやんわりこう急にギャーンとはなんないから、ちょっと待った方がいいですね。なるほど、経験したもん、そう、本当に待った方がいい、めっちゃ効くんで焦らず、はい、ED 薬は本当に安全性が高いの？よくある勘違い Q&A7 問。 ED 薬は基本的に安全の剤薬であり、厚生労働省の認可を受けた ED 薬バイアグラ、レビトラ、シアリスを医師によって年齢や健康状態に応じた適切なアドバイスや処方のもとに摂取すれば安全性が高く正常な勃起効果を期待できます。もし ED 薬を使って副作用が出てしまい不快感が強いようであれば、服用量を 50mg から 25mg に変更したり、はい、バイアグラを使っているのならシアリスやレビトラを服用するなどでも副作用が緩和改善される場合もありますので、その人に合わせた薬の使い方をすることで安全性高く使えますよ。 ED 薬はポジティブな効果がたくさんありますが、安全性が高い理由についてよく勘違いをされる7つを Q&A 形式でお話をしていきます。はい、ED 薬は心臓に悪い？ED 薬であるバイアグラはもともと心臓の病気の治療薬として開発されたものですが、副作用として勃起することが分かったため、勃起改善の目的としてバイアグラが使用されるようになったのです。なので ED 薬は心臓に悪い人は心臓に負担をかけると思っている方もいますが、血管を拡張して血圧を下げるお薬なので逆に心臓への負担を軽減させることができます。 ED 薬は妊娠や精子に影響が出る？ED 薬によって妊娠しにくくなったり精子に影響が出ることはありません。厚生労働省は2022年4月よりバイアグラ、シアリスを不妊治療における保険適用が始まっているように、不妊目的としても適した使用法になります。 ED 薬を飲むとずっと勃起したまま？ ED 薬は勃起を抑え込む PDE5 を阻害する役割を持つ薬になります。なので性欲が上がりムラムラするような効果はありませんし、性欲を感じている時に勃起しやすくする効果があるので、 ED 薬を飲むことによって勃起したままにはなりません。 ED 薬は依存性がある？ ED 薬は脳に作用するのではなく血管に作用するため依存性が生じにくいです。なので肉体的な依存性はありませんが、 ED 薬を使うことでかなりの効果を実感できることからも精神的に依存が生じてしまう場合があります。いざという時を絶対外したくない時は飲むようにして、そうですね、日頃からやっぱ ED が改善されるような生活習慣を心がけていくのが大事。毎回毎回飲むのもね、お金もかかっちゃうし、そうですね、ずっと俺も隣にあるわけじゃないんで、はい、ある時は使ってしまったけど全然日常的にもできるようになった気がします。へ、はい、いやなんかコントロールできるようになったのかな。ダメな時はやんないしみたいな。はい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 、はい、そう、なんかその日に向けて自分でしないとか、そういう風に調整できるようになったの。そう、一番なんか一回最大マックスの状態を自分で知って、ああそうっすね、そっからなんか調整していくみたいな。そうそうそう、あとやっぱけど運動っていいなと思いましたね。運動した後のが立ちやすいみたいな、なんかありますね。へえー、そっから運動習慣が、そうそうそう、生活習慣もっていうか大事だな。ED 薬は飲み続けると効果は薄くなる？ ED 薬は風邪薬のように熱を下げたり咳を止めたりと体の悪い症状を止める薬ではなく、血管を広げ血流促進により体の血管を整えることができるので、継続的に飲み続けて体に耐性ができることはなく、服用し続けることでより前向きな期待ができるのです。ED 薬は食事の影響を受けやすいので、飲むタイミングを調節することでより効果を実感することができますよ。お酒と一緒に飲んだら危険？アルコールと ED 薬の組み合わせは危険とイメージをする方もいますが、適量ならリラックス効果も相乗し、ED 薬がプラスに働くこともあります。しかし、ED 薬の血管拡張作用により、酔いが回りやすい状態になってしまったり、飲みすぎることにより、神経機能が低下して勃起しにくくなるという可能性がありますので、ほろ酔い程度で留めておく必要があります。
なんかイメージ的にお薬とお酒って一緒に飲むの良くないみたいなのがすごいあるんですけど、はい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 、ちょっとだけなんで、歯を浮いてるだったらむしろ血管が広がるんでいいですよみたいな、うん、はいはいはい、そうです。クリスマスの日に出かけて、うん、はい、で持ってきたんですディナーでなんか飯もお酒もこう出てきてたんですけど、でその後に飲んだんですよ。全然普通に効果出ました。むしろ超腹いっぱいでもう効かないんじゃないかな気合いは入ってるけどできんのかなと思って飲んだんですけど、はい、マジで2回戦ぐらいまでいけそうでした、ね、すげえ。やんなかったですけどやればいいやればよかったんですけど子供が起きました。タイムアウト、タイムアウト、タイムアウト。そう。なるほどな。本当にこのチャンネルでいろんなことを勉強してるうちに、男性ってこういうのがあっていいなって本当に。確かに時があるかもしれないですね。私はもう試させたいんですよ。なんかもしそういうパートナーがいたとしたら、はいはいはい、もう飲んでくれ、何も言わせ飲んでくれって言って飲ませて最強状態を知らせたい。そのパートナーの最強の状態私も知りたいし。人体実験じゃないけどなんか飲ませて3種類準備してあこれを飲むとこうなるんだとか、はいはい、何時間後にこうなんか記録をつけたくていやけどいいですよね。そういう実験させてくれる人を募集してますいっぱいいますよ、はい、ちょっとでも気になる方はねお近くのクリニックに行ってみてください。この動画が面白かったらチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。